最初に干ばく帯ですね、ドントレス、それが最初に来る予定だったらしいんですね、発刊して。ところが、それがちょっと迷っちゃったかどうかして、遅れちゃって、来撃隊の方が先来ちゃったらしいですね。もうだから我々は見たところが、その下張ってくるんですよ、来撃隊ね。これを盛んに攻撃やってたんですよね。そしたら、上、そのドントレスが来てるわけです。それを知らないんですよね。だから向こうの魚雷は一発も当たってないはずです。ところが、その時に上にドントレスが来てて、このドントレスにうまく命中させられてしまって、ああいう大刺激を受けたわけですよね。雷撃をほとんどやって、最後にドントレスと空戦をやりまして、やっぱりドントレスかもう撃たれましてね、自分の飛行機もダメになりました。それで降りるとこはもう飛竜一貫しかないもんですから、飛竜に着艦して、そうしたところは私の飛行機がもう使えないということで、海に捨てられてしまったわけです。時間は何時間経ったか知りませんけども、下の格納庫の方から一つ一機ゼロ戦が、寄せ集めのゼロ戦ができたという報告が飛行長のもとへ届いたわけです。そうしたところが、私がそばにいるもんですから、飛行長が「すぐお前すぐ上がりなさい」ということで、で私はその飛行機に、艦長の前から発艦したんです。ところがね、もう飛行機に乗ってみたら、もうそこで海がすぐ近くで、果たしてこれは罹艦できるかなというふうに思ったんですけども、もうそんなこと言ってる場合じゃないもんで、整備員にもしっかり捕まえてもらってて、オーバーブーストまでやって、ほんで、走らせたらすぐもう客を引っ込めの操作をやりました。どうやら船から離れてザーッと進んでって、これは落ちるかなと思ったら、それでもそこで浮力がついて、どうやら上がりましたね。ほんで約500くらい高度を取った時ですか、後ろを向いたら、その時飛竜がボーンと命中食ってね、やれる、ああ終わりだなと思って、それでもまだ向こうの飛行機が来るもんですから、それをやらないと、他にまだ船たくさんいますからね、やられるもんで、それを夕方まで追っかけたり撃ったりして、いたところが、もう燃料もなくなってくるし、順に暗くなってくるし、でこの時間に駆逐艦の脇に着水したんです。そしたら駆逐艦がそばへ寄ってきて拾ってくれる寸前まで行ったんです。そしたら上に B17 の編隊が来たもんで、駆逐艦が艦艇して逃げちゃったんですよね。それから4時間、約4時間漂って、ただボカッと浮いておりまして、真っ暗になってから7時過ぎですか、前の駆逐艦がまた戻ってきて、で拾ってくれたんですが、その時の状況ですとね、もういっぱいパイロットばかじゃなくて、船が母艦が沈んで浮いている人がいっぱいいたわけです。だからそれをね、随伴の駆逐艦がみんな夜拾って歩いたみたいですね。